はないかな。あ、そっか。うん、いや、控えるね。控えて。じゃあ、偉人1個紹介して。あ、いいよ。友達だ。いいよ。町民名、遅刻魔さん。うん。姫、マグロ王子、大久保さん、こんにちは。こんにちは。これまでいろいろな告白がありましたが、しっくりきませんでした。頑張って。知らねえよ、そんな。ラップとかでしょ？そう、聞いてるね。聞いてるね。聞いてるよ、すごい、私聞いてるよ。うん、ね、そんなことより、今度、斬新な告白しようと思います。なので、王子、超歌のリズムに乗せてお願いします。あら。王子、お願いします。じゃあ、超歌のリズムに合わせて。梶裕貴が、告白をします。どうぞ。用がインター降りてすぐ、お前の顔は見えないけど、俺のところにおいでやす。やす。だだすめ。続けて。ツンツンデレツンデレツンツン。ピュンピュンフェルフェンシェルフォンション。あのさ、なんだから、チューニングのコーナーじゃないだろうよ、これ。なあ、もうやだよ、ちょっと。最初上手だったよ。今日がインターをすぐお前の顔は見えないけどって何急に。なんかちょっとセンチメンタリズムみたいになってんの？そう、見えないけど、うん。でもね、だったら、俺はヨガインターに行かないよ。お前が来いよと。この停止関白さを。あー、ね、そうなんだ。日本男児はね、こう男らしく、うん、俺のところに来いって言うべきなんだよ。はーん。うん。さ、さ、あれスタッフからなんと超歌の元歌はお姉ちゃんが歌ってるらしいですよ。あ、そうなんだ。超歌って姉ちゃん歌ってんの？知らなかった。あ、そうだね。え、どんな歌だっけな。あ、一二三はい。よ。うん、告白でもいいよ。え？うん。ええ？だからきっとね、アレンジもしやすいから。待って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 。はい、1、2、3、はい！妖怪。はい、降りてすぐ。降りてすぐ。はい。あなたのもっとへ駆け抜けてゆく。おう。私、うん、いつでも見守ってるわ。おう。いや、いいと思う。あのね、これ結果的にアンサーソングですよ。最近流行ってるでしょ？ああ、お答えし。あの、そばにいるよとか、そばにいるねみたいなさ。そういうテルマ的な、そういう。テルマ的な、リスペクト的な、そういう感じのね、こう、アンサー的な的な。ほら、だから、人に、自分がやられて嫌なことは人にしない。反省した。大事なこと。あのね、この番組でそういう、みんなが忘れてる大事な気持ちをみんなに、ね。バカって言った方がバカなんだよ。カジ君、あ、これ、か、メモが来ました。カジ君、アンサーは一つで足りる？足りないな。じゃあ、偉人行ってみよう。あたし!1、2、3、はい。待って待って待って。なんだよ。これ難しいね。いいよ。はい、じゃあ、途中から行こうね。ヨーガインター降りてすぐ。はい。なあれ、こんなにダメか。アドリブに弱い人たち。弱いね。すごいね。よくやってのけてると思う。仕込ませてくれたらいいのに。そう、もう本当この場だからね。だからね、これはね、滑ることは恥じゃないの。そうなの。そう、あのね、言えないことがダメなの。そうなの。そう、ね、どんどん滑っていっていいんだよ。滑って平気だから。滑りは怖いことじゃないの。文化なの。素晴らしいよ。うん。よし、許すよ。偉人のその目に免じて許すよ。ごめんね、ゲスト様なのに。本当にね、申し訳ないね。はい。何なの。というわけで、はい、ね、美しき式かな。